はいどうも、つけ麺ズーム、いっそだまるちゃん。はい、今日は、はい、ステーキシェーイエーイステーキ亭。はい、本日はステーキシェー、ステーキ亭さんに来ました。ステーキシェーだと思ってますね。ステーキシェー、ステーキ亭です。ステーキ亭です。はい、こちらなんと、ステーキハンバーグの食べ放題があると。すごいですよ。2500円で、ステーキ。ハンバーグ、あとご飯、味噌汁、食べ放題、90分おぉ、ハンピャネー、ハンピャネーね、ハンピャネーよ。ということで、今日はここで、はい、ステーキ3人で何グラム食べれるかと。そう、だから1等分行こうよ。牛1等分、うん、牛1等分行きましょうっていう人。行きましょう、食ったりましょう。1トンぐらい食ったりましょう。牛1本あるで。大きいやつで。いや、大丈夫、大丈夫。ち、子供の牛。あ、子供の牛。子供の牛。生まれたての。生まれて2秒の。プルプルしてるやつ。残酷すぎやから。それはダメで。それはダメ。まあまあまあ。はい。まあ行きましょう。まあ、どんくらい食べれるかと。何キロ食べれるか。参りましょう。行きましょうか。Let's go!はい、来ましたー。とりあえず 240g ね。はい、しゃー、来た来た240×3 ですね。ほら、すごいっすよ。もうこれを溶かして、そしてね、これを切って、食べ放題だから。これが食べ放題って、すごい食べ放題だから気にしなくていいんですよ。もう、そうそうそう、果肉もったいねーとか、うん、いただきます。おー、うまそう。あ、どう？うまい、やっぱりうまい。うん、肉うまいよな。柔らけ。おお。うまい、うまい、うまい。ちょっとレアで、めっちゃ美味しい。見せて。はい。うわー、レア、超レア。うーわー。何枚でもどうだな。何枚でもいける。すごいよ、これ。うわ、おー、いいお肉だ。あー、幸せ。これが食い放題ですよ。全然食うよ。やっぱ焼肉で食うのとかやってステーキ状で食うのとやっぱ違うね。やっぱそうですね。がっつり食うわ。あ、ちょっと言うとだ。いいレア感。よく噛んで飲み込むのはなかなか。余裕で食える。マスタードどうやったっけそれ。はい、マスタードとおにぎり。最強だ。お、ラスト。はい、じゃあおかわりしましょうか。はい。お、阿部ちゃんもラス1。おーい、醤油、これはこれでいきます。マスクール、これが美味しいよね。
ブラックペッパーのソイソース。おお。アンステーキ。ステーキ食い慣れてんな。ポーク&ハー。おお。本場の方ですね。アンスライス。ステーキスライス。ステーキスライス。Eat。This is フーフー。フーフー。つけ麺ズ内もも肉です、はい、ここですね、ここ内ももにしました。はい、肩から内もも気分を変えて、そう、内ももの方がより赤みで、うん、人気あるらしいな。やっぱりスッと切れますね、うん、こっちの方がなんか弾力がある。へ、ブリンブリン、うん、そう、ブリンブリン、うん、こっちの方が人気あるのな。え、硬いっすね。あ、こっちの方がすごい肉肉しいというか、へぇ、髪って感じの、なんていうの、そうそう、肉肉しい。どっちが好きですか？俺は肩。肩、さっきの、うん、でも肩肩が好き。後味ちょっとやっぱ肉肉しい、なんか赤身の独特のなんか気変下に。俺全然違うんだけど。なんだろうな。本当ワンピースに出てくる肉みたいな。ワンピースに出てくる肉。ワンピースに出てくる肉みたいな。食ったことないでしょ。ワンピースに。食ったことないけど、それぐらいのなんだろうな。肉って感じのサバイバル感というか、あ、マンマスの肉みたいな、そう、あのモンハンの肉みたいな、あー分かる、すごい、ステーキ6枚1.5 キロぐらい食ってるよ。もう俺一人でですか。うん、ステーキ、肉だけで。だいぶ俺が稼いだんですね。うん。ラスト？すごい。うぃー。これで6枚完食？これはまあ。あら？すいません。ギブ、ギブ。しわた。しわたです。おー、行く？うぃー、完食？ 5枚、5枚。あ、はい、阿部ちゃんラストです。はい、完食、完食でございます。記録は240が4枚、3枚、4枚と170が1枚、
はい、おかわりする？お腹いっぱいです。おかわりです。つけ麺ズ、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お疲れさまでした。お疲れさまでした。はい、結果は、結果は3人で、はい、3770g ということで 3.77kg。 おお、牛の前足ぐらい。前足いったな。前足ぐらいかな。お、多分右、右の多分膝から下ぐらいそれぐらいいったね。 3.7kg。 多分、うん、すごい、俺がちょっと調子が良くて、ね、頑張っちゃいました。6枚。すごい。5枚。まあ、4.8枚ぐらいね。4.8枚ぐらいね。4.8枚。はい、いやでも美味しかったですわ。はい、ここ本当にすごい。2500円で食べ放題とはもう半端ないですよ。夢のようでした。はい、はい、ということでチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。